ブラボーブラボーブラボーびっくりしたブラボーみんなブラボー。いや本当にね、ワールドカップ開催中ですけども、はい、まあブラボーでしたね。いやブラボーでしたよ。どうしたんですか急に。いやいや長友くんのあのブラボー、なんかいろんなものが集約されたブラボー。いやーそうでしたね。ちょっとキレ気味のブラボー、まあ、いろんな、まあ、勝てるわけないみたいないろんなことがあった、なんかそれを払拭するブラボーでしたね。もちろん試合は見させてもらいましたけども、僕はツイッターでちょっとつぶやいたんです。まあ奇跡っていうワードをね、それに結構ね批判来たの。奇跡でも何でもない、失礼すぎるみたいな、なんかいろいろ来たんですけど、ちゃんと俺前置きで俺らの時代からしたら奇跡中の奇跡、まあ僕らもサッカーやってましたから、うん、僕らの時代からすると、僕らの時は西ドイツでしたけど、西ドイツ、僕らの時は世界一強かったので、その西ドイツに日本が勝つっていうことの奇跡は我々の時代からすると奇跡なんですよ。もちろん勝ったのは実力です、うん、でも前振りをちゃんと聞いてほしい。俺らの時代からしたら奇跡って言ってるから、ちゃんとそうですね、もうぐらいのね、もう大感動です本当に。最高でした。珍しくツイート連発してましたね。いやもう感動しすぎて、いやあれすごかったっすね。僕もリアルタイムで見たけどもう飛び跳ねました本当に。家で俺家で一人で飛び跳ねて奥さん今実家帰ってるから。あそうなんすね。そうそうそう、もう一人でも壁バンバンしてもう誰かに言ってこんなことが、こんなことが起こった言って。すごいよ浅野選手の、はい、いやね、もちろん堂安選手のあのポジショニングとも、あっこで冷静にちゃんと押し込める凄さ、そして浅野選手のあのもうこれいっぱい言われてるけど、あのトラップの異常な置きどころのうまさ、そしてノイアーです。もう世界ナンバーワンキーパーですよ、言うなればノイアーのここ、あそこしかないんです。しかもあの動いてる最中にあの距離でボールをあそこに上げることがどれだけすごいことか、もうねなんかとんでもないことが起こったんです。いやー感動です本当に。すいません、今営業帰りで、はい、あれなんですけども、ホリエモンとこのウルトラガーリック急にこれまた送ってくれたんですよ。はい、ありがたいですね。めちゃめちゃハマってんすよこれ。もうねガチでうまいです。これ僕も大好き、もうニンニク好きからしたらたまらんすよね。たまらんのよ。10月の25日からもうすでに販売します、はい、全国のファミリーマートで今どこ行っても結構もうバッと言ってますからね。結構ニンニク好きはたほんまあのねニンニクに口の中殴られるからあのもし分かんないですよ、なんか大事な会議とかなんかあの人と近くで喋る機会があるときはちょっと控えた方がいいかもしれないぐらいもとにかくねむちゃくちゃニンニク好きはたまらないから。うまいね。ブラボーですよね。ブラボーブラボーブラボーハイボール、企画中にあかんねんけど、ジップス一番ダメとか言われますけどね。ただねブラボそれ言えば許されるわけじゃないですからね。何食べてもあかん、ダメですよ、ダメですよ。宮迫さん日本どれぐらい行くと思います？今回これ今日上がってんのか。これはもう緊急で今日上げます。今日上がるってことは明日やね。明日コスタリカ戦ですね。だからコスタリカは決してもちろん予選を勝ち抜いてきたチームですから弱いわけじゃないんですよ。そうですよね。はっきり言うとあの時のスペインが、まあ、すごすぎたというかちょっとゾーンに入ってただけであってもちろん勝つとは思いますけど、コスタリカがあれだけ大敗されるとややこしいんですよ得失点差が。言ってましたねみんな。でドイツスペイン戦
ドイツ勝つ可能性は大いにあるんです。あのチームの色もありますし噛み合う可能性もあるので、だから得失点差がねマジでねいらんことしてくれたんですよねだからこうなってくると確実に勝っとかないとややこしいです。引き分けでもややこしい。ああ、もう勝つしかないです。めちゃめちゃ大事な一戦ってことですね。もうむちゃくちゃ大事です。もう勝つしかない。ややく、むちゃくちゃややこしいです。万が一負けるともちろんそうですけど、はい、勝たないと、まあ、勝ったらまあまあ、決勝リーグいけますけど、引き分けはまずいですね。なるほど。得失点差がまじまじダイレクトに振るので、ブラボー応援しましょう。いや、応援しましょう。本当に明日はちょっと見れそうなので生で応援したいと思う。皆さんもあの日本のこの応援の力って届きますから、みんなで応援しましょう。決勝リーグ行ったらなんかワンチャン結構すごいとこまで行くん違うかなって思います。可能性として、もちろん優勝を目指して選手スタッフさんは頑張ってますから、優勝を願って応援しましょう。はい、というわけで明日のコスタリカ戦もう日本全国全員で応援しましょう。はい、これ何の動画やってるんですか。緊急で動画を、はい、ウルトラガーリック食べながら応援しましょう。皆さん最高ですよ。マジでハマってます。ホリエもありがとうお疲れ様。お疲れ様でした。ブラボー